市民的不服従、市民的不服従、市民的不服従は、良心に基づき従うことができないと考えた、特定の法律や命令に非暴力的手段で、公然と違反する行為である。個人的になされることも、集団的になされることもある。通常は特定の法律、政策に絞って行われる。違法、故意、正当性の確信、良心、公然。 非暴力が市民的不服従の条件である。これらの条件が欠けると市民的不服従に固有の特徴はなくなり別の言葉で呼ばれるべき行動になる。市民的不服従はよくある犯罪と異なり法を破ることが正しいと確信して行われる。不正な法律、悪法に従うよりも良心に従って違反する法を選ぶ。 そのような行為全般を指す言葉が革新犯だが市民的不服従は革新犯の打ち法を公然と破るものだけを指す。つまり誰もがわかるように公然と行い追及する関係から逃げず逮捕を妨げようともしない。革新犯は逃げ隠れするものもしないものも含む概念である。悪法、暴政に対する反抗を正当とするのは抵抗権の思想である。 抵抗権による抵抗には、暴力的な反乱、革命も含まれ、しばしば政府や体制の打倒に向かう。市民的不服従は非暴力的手段を用い、変えようとする対象は限定的である。市民的不服従の支えとなるのは、集団への同調や権威への服従を絶対視し,しない、信念であり、その具体的な中身は、宗教上の信仰である場合と、個人主義的、 自由主義的な思想である場合とがある。宗教的な動機でも、非宗教的な動機でも、市民的不服従においては、良心や道徳が重要な要素で、他の行動との区別のポイントになる公然性や、非暴力もここに関わっている。市民的不服従の特徴の一つは、逃げも隠れもせず逮捕され、処罰されることにある。違反から利益を得ようとはせず、むしろ進んで、 不利益を受ける。このため、本当は、利己的な動機からしたことで、主張は、後からつけた言い訳だろうというような勘ぐり、非難は封じられる。公然と行う良心的兵役拒否が違法な、不服従であっても、一定の共感を得のに対し、究極的な動機が同じでも隠れて行う、超兵器費は、厳しい非難を浴びるだけとなるのが通例である。また、 市民的不服従を実践する人は、自分から暴力を振るわず、関係や、それに同調する人々によって、暴力を振るわれた時にも、暴力で応戦することがない。不服従の人が非暴力を貫く限り、不必要な暴力を振るう加害者は、明白な悪である。受難と引き換えに、市民的不服従は、高いレベルの道徳的迫力を持つ。そうして、加害者が態度を改めること、 中立的な人々の支持を取り付けることを期待する。市民的不服従は特定の法律、命令に絞って行われる。法律や政治地通常全般を否定するのではなく、むしろ他の面では、順法的な人が良心に照らして譲れない部分に限って、不服従を行うのが普通である。市民的不服従がよりどころとする価値は、憲法で権利として謳われていることもある。 その場合、逮捕され起訴された人は、法律の違憲性を裁判で争うことが可能である。勝訴すれば、不服従した人が、実は法を正しく守っていたということになるが、敗れた場合に不服従した人が誤りを認め、行動を止めるとは限らない。良心や憲法が乗っ取るべき、根本規範としての自然法をよりどころにする人は、 その実現を妨げる判決は不当だと考えるのである。市民的不服従は個人が行うことも集団でなされることもある。集団で始められる市民的不服従は社会運動、市民運動の一種であり、不服とした法律、制度を変えさせることを目的とする。しかしそうした目標達成を現実には望めずに口実するソローがしたような たった一人で行う市民的不服従もある。不正を認める行動を取りたくない、悪に加担したくないというのが、一人の個人が市民不服従に踏み切る動機である。その場合でも実行者は法律や政策の不正を公然と批判し、自分の行動が良心に照らして正しいと弁明する。字には個人的行動が 追随者を生んで一個の社会運動になることもあるが、たった一人の抵抗にとどまることも少なくない。市民的不服従を積極的な仕方で表現する、時にはある種の法律にわざと違反することにもなる。例えば、スクラムやバリケードによって移動を妨害するとか、軍事基地を不法占拠するなど、抗議者は自分がその行動によって逮捕されることになるだろうし、 場合によっては、当局から攻撃を受けたり殴打されることになるとも、予期しているが、こうした、非暴力的な仕方で、市民的不正行為を実行するのである。逮捕や攻撃をされた時どう反応すればよいのか、抗議者があらかじめ訓練を積んでおくことも多い。そうすれば、いざという時取り乱したり思わぬ行動をとったりして、当局に脅威と思われてしまう恐れがないからである。 例えばガンディは外略次のようなルールを定めていた。ガンディは彼の非暴力抵抗運動と西洋の受動的レジスタンスを区別していた。市民的不服従の実践と理論の草分けとなったのはアメリカ人の作家ヘンリー・デービッド・ソローである。ソローはマサチューセッツ州が課したわずかな人頭税の不払いを続け、1846年7月に一晩だけ投獄された。 不払いの理由は、奴隷制度を容認する州への抵抗のためで、後にはメキシコに対する侵略戦争、米国戦争への反対も追加した。ソローは、その体験をもとに1848年に講演し、1849年5月に、講演録、市民的政府への抵抗を発表した。死後1866年に、市民的不服従に解体して、論文集に収められ、 これが、市民的不服従という語の起源となった。ソローは政府に会議的な個人主義者で、政府や、その背後にある、多数者でなく、個人個人が自ら良心に従って正し、不正を決め、行動すべきだという信念を持っていた。人間を不正に投獄する政府のもでは、正しい人間が住むのにふさわしい場所も、また牢獄であると書いたソローは、少数派が全力を挙げて妨害し、 すべての正しい人間を獄中に閉じ込め置くか、それとも戦争及び奴隷制度を放棄するかの二者択一を政府に迫るべきだと論じた。彼の行動は代わりに税金を払ってくれる人を出しただけで牢獄に入る随随者を生まなかった。奴隷制や侵略戦争を止める力にもならなかったが、死後に彼の思想は世界的な広がりを見せるようになった。 市民的不服従は、アフリカやアジアの旧植民地で、創始国からの独立を求める、ナショナリズム運動が高まりを見せた時に、主要戦術として用いられた。最も有名なのは、マハトマ・ガンディの戦術である。ガンジーは次のように述べている。市民的不服従は、市民が市民であろうとする市民の本来的権利である。これには、規律思想、責任、留意、 犠牲が必要である。ガンディーはソロウのエッセイから市民的不服従について学び、非暴力抵抗運動の思想を形成したのである。南アフリカで市民的不服従を衝動したのはデズモンドツツ大主教とスティーブ・ビコである。とりわけ1989年のパープルレインボードやケープタウンで行われた反アパルトヘイトでもなで市民的不服従が行われた。 1960年代アメリカ合衆国の公民権運動指導者マーティン・ルース・ハーキング・ジュニアもまた市民的不服従の戦術を採用した。同様にベトナム戦争当時及びその後の反戦運動家も市民的不服従を採用した。1970年代以降、妊娠中絶合法化に反対するグループが政府に対して市民的不服従を行った。 市民的不服従の実践者の多くには宗教的背景があり、神父や牧師が市民的不服従運動を指導することも多い。その顕著な例がローマカトリック司祭フィリップ・ベリガンであり、彼は反戦のための市民的不服従の実践によって10回以上も逮捕されている。同様に同性愛差別反対運動のグループも教会の方針を変更させるため市民的、 不服従運動に参加している。戦前において、兵役拒否や、良心的軍事費拒否を唱えた人として、例えば非戦論者、内村鑑三に傾倒していた、花巻の青年、斎藤宗次郎がいる。戦後では1959年3月の単、傾徳による納税拒否があるが、この抗議行動は、税務署による容赦ない手続きと差し押さえの通告により、打ち切られた。 1972年には防衛皮膚払いを目的とした裁判が名古屋の伊藤静夫弁護士らにより提訴されたが名古屋地裁での一審は却下二審名古屋高裁は拘束却楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。